ろ、キヤーン。はい、はい、テレビさんまで。すごい小さい声だけど、書記長。トラちゃん。書記長。あ、次期書記長ね。次期書記長か。トラちゃん。トラちゃん、死んじゃったの？何かあったの？具合が悪い？テレビさん、和田さん、こんにちは。あ、なんだよ。申し訳ございません。どうしたの？え、いえ、どうご説明申し上げていいかわからないんですけれども。何があったんだよ。いや、よくわからないことが起きてるという状況。よくわからないことが起きてるの？私の、その能力としては、うん、もう限界みたいな。え、そういう。中国に行っちゃってんの今。いや、そうじゃないんですけど。で、私今労働組合の書記長を現在務めさせていただいております。今、はい、そうでしょ？次期執行委員長なんだ。ごめんね、間違えちゃった。違います。おもちゃさん、そういう意味じゃなくて。そういう意味じゃないんですけども、まあ、一応私職長時期は、いえ、そんなことございません。いやいや、太田が時期はもう一回太田がやるらしいんです。え、そうなの？そういうふうに言ってます。嫌なの？やんの？え、いや、なんて言うんですか、やはりやっぱり時間的にですね、うん、ちょっと忙しいから。そうなんですね。いや、そうじゃない、そういう意味じゃ。テルミさん、言葉は気をつけなきゃいけない。そう、言葉は気をつけないとね。失礼いたしました。もう誰が聞いてても言えないからね。そうそうそう、そうなんですよ、ね、気持ちはあるんですけど、うん、残念ながらそのね、うん、その時間としてですね、うん、ちょっと厳しいぞという感じがありまして、うん、今何、わからない事態が起きてるの今。今ですね、ようやく、うん、そちらがですね、うん、どうやらその解決されたようで。なんだよ、何かあったの？また読めない話だな。でも放送では言えないこと。他局のやがらせ。いや、そういうんじゃないんですけども、そういうんじゃないんですけども、私にもちょっと分かりかねる状況で。声がすごくクリアになったから、よかった、うん、はい、よかったよかったよかった、ね、とにかくね、はい、とりあえず石破さんのモノマネ得意らしいの？そんなこと。いや、ちょっとやってやって、この後やって、なんかね、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ね、で、ゲストロビーはね、うん、放送聞こえてないから大丈夫ですか、うん、これあれですよ、かなり特徴デフォルメしてるだけですから。ちょっと一瞬でいいから、石破茂です。それ名乗ったね。くじゅてテレビさんのモノマネよりひどくない？俺がのみのめさんのマネするのとほとんど一緒な感じだけど。そんなことない。でも、うん、ちょっと、うん、雰囲気はちょっとわかるような気がするね。国防という本を出しまして、うん、おー、なるほど。私は奥さんが怖い、うん、それ誰なんだ？石破です。わかった、ありがとう。まあとにかくね、今日はお助けマンだから。お助けマン、モノマネの前テラちゃん。いやいや、ね、今日はね、はい、まあ春っていうのは出会いのシーズンってよく言うんだけどさ、なんか嫌な予感がするんですよ。まあ新たな出会いで恋が芽生えるシーズンでもあるわけでね、今日はね、テラちゃんにこのシーズンにぴったりのラブロマンス物語をね演じてもらおうと。ちょっと待ってください。え、いやーな予感がするんですよ。いやいや、そんなのないよ。ただラブロマンスといってもね、ホモのラブロマンス。ほら出やがったね。テラちゃん、太田と一緒にいるでしょ。太田がいるんですよ、執行委員長と。なんか嫌な予感。もうそれ組だもん、組合的には。もう入りましたよ、執行委員長と職長が揃っちゃってるのは大変だよ。もうワンツーフィニッシュですよ。二人はつがいですよね。つがいってなんだ。手乗り文長じゃないんだからやってくださいよ。ね、今日はね、テラちゃんと太田はね、ホモのカップル。だらーで、太田が立ち役、はい、太田が立ち広し、はい、で、テラちゃんは猫ひろし。うわー。僕の方が嫌でしょ、それ。どう考えても。で、今日はね、久々の喫茶店デート。あらー、ね、で、ラブラブなんだけど、二人はね、テラちゃん、太田が最近浮気してんじゃないかっていうんでちょっと不安なわけ。あ、僕はだからね、女性っぽい役ですからね、うん、そうそうそう、焼き餅焼いてるね。で、喫茶店デートの最中に他の女に目移りする太田に、テラちゃんは嫉妬と激怒で喧嘩始めちゃうと。はあ、設定としてはね、でそこで太田が目を覚ませとばかりに強烈なビンタ。いいね、見せ場で見せ場。ここが今日のハイライトだから。太田がもう、太田君がテラちゃんをビンタするの？そうそう、はい、テラちゃんははっと目が覚めて、太田に謝ってキスをするという。これ唇、またここがハイライト。で、唇、うん、ビンタと、このビンタからキスへの流れっていうのがうまくいったらお慰め。テルミさん、和田さん、はい、太田がね、すんごい人事みたいな表情してるんですよ。いやいや、そんなことありませんよ。太田も自信があるんです、自信が。ね、でテラちゃんは太田のことをヒデちゃんと呼んで、で太田はテラちゃんのことをナオと呼び捨て。いいな、ね、で練習してみようかな、ちょっとな。やるんですか？だって今ここでキスの練習ですか？いや、キスはしなくていいよ、呼び方だ、呼び方。交差点の普通の交差点で結構人通りが多いんですよ。大丈夫、大丈夫。2人はキスしたことあるの、今までに？あるわけないじゃないですか。いや、なんかあるんじゃないの？え、ないあるわけないじゃないですか。こう見えても2人とも女好きですもの。そうじゃない、女好きは知ってるけど。ひどい女好き。うるさいよ、ね、うん、それも知ってるけど。なんてこと言ってんだよ。しょうがないな、じゃあ呼ぶよ、ひでちゃん。
なんだいなお。なんかあの太田の声すいません鼻声な感じなんだけど。あ、すいません花粉症がひどいんですから申し訳ございません。弱いなおい。じゃあね、あの細かいセリフとかで演技指導はあのチンベル鳴らしてその都度俺がまたあの指示するから、はいはい、あの寺ちゃんと太田腕組んでね楽しそうにあの喫茶店入ってってくれればいいから。そうですか。とにかく久しぶりのデートだからこれ忘れないでね。じゃあ久しぶりのデート今腕組みましたよ、ね、腕組みましたよ。腕組んだ。じゃあ行ってみようかな。デートスタート。てるみさん、太田さん、今途中あの隣をですね、ジュラルミンケースを、ね、あの後ろに積んだトラックが、トラック、ね、そう過ぎていったんですが、はい、その運転手さんが、うん、もう早速左手にも今あの車の荷物をですね、あの運んでる若い20代のお兄ちゃんがいましたが、うん、太田と私が腕を組んでるのを一瞬見てちょっとびっくりした表情、うん、その後なんか見なかったっていう感じで、いやもうすでにその体勢入ってる感じだと、もう人から見てもそう見えるっていうのは素敵なことだよ。これ 今喫茶店に来ました。結構大きい喫茶店ですね。いいよ、混んでますよ。混んでるよ、おい。大丈夫大丈夫。入りますよ。それでは、せーの。もうね、考えただけで盛り上がるね、これね。腕組んだままね。先の流れが分かってるだけに。どうかな。結構混んでるね。混んでるわね。なかなか人がいっぱいいるね。いっぱいいるこれ。じゃあこの辺りにする？するか。どうしようかね。これ真剣に困ったね、うん、でも私ずっと立ってるからみんなから見られてる。すごい注目されたね。早くだからここにしようか。じゃあ奈緒の印象でしょ。これは横に座るのかな、それとも前に座るのかな。じゃあ僕はこっちへ行こうかな。それでいいのかな、うん、向き合った方が迫力が出る。たまには向き合って向き合って座ったわね、うん、でこれからじゃあそろそろいくか。早速注文ね。ラブラブな2人だから一つのドリンクを2人で飲むね。だから2人で一つでもいいですかって聞いて。何にするね。一つのドリンクとストロー2本。ストロー2本、アイスコーヒー。アイスコーヒー、アイスコーヒーを一つ、はい、一つでよろしいですか。あとケーキを。ケーキ、あ、はい、では。で、ケーキは種類そちらこちらかな。こちらで申し訳ないんですけど、はい、ストロー2本。あ、はい、わかりました。はい、今のもうこの分かりましたが、ちょうどいいニュアンスで出てたね。はい、あ、自体を理解した感じだね。状況。あ、じゃあなお飲み込んだな。ショートケーキ。ショートケーキ。はい。いいね、いいね。もうあの人はもうね、ちょっと厄介な二人が来たなと思ってるな、これな。できてる、この思って。今の店員さん、目クリクリさせてたわね。あの、ストロー一本でいいですかって聞いた途端に、ちょっと席離れたもんね。少し、あの、距離を出したのかしら。私たち大丈夫かしら。声出てた。ダメじゃないか。だけど何よね。結構緊張するわね。じゃあそろそろ行ってみようか。久しぶりだもんね。じゃあテラちゃんのね、熱い思いを表現しよう。ね、どれくらいあのヒデちゃんのことを愛してるのかをね、これテーブルに頭をぶつけて表現。ね、一応ラブラブだから強く何回も打ちつけると。で、あの愛のことをささやくと。ね、これこれこれ。ね、ヒデちゃん、なんだい。あの、私どのくらいヒデちゃんのこと好きって知ってる？わかるよ。なんで今さ。でもなんかこう、どのくらいってわからないでしょ。いやいや、嫌な予感がするからいいよ。あの、今いつもわけのわかんないことするから。そんなことないわよ。これだって定めよ。定め。恥ずかしいことやめろよ。いや、そんなことない。だからちょっとちょっと今日は久々に会えたから、ヒデちゃんに、握りの長い人が覗いてるの、私たちのこと。とはね、恥ずかしいことやめろよ。あの、だからヒデちゃんが、あの、どのくらい好きかっていうのを今から、私がって言わないよね、普通ね。私が、ちょっと態度で示すから。見ててね。嫌な。ヒデちゃんのことこれぐらい好きなんだ。相当好きだね。相当好きだわ。もういいよ。周りの人を見てるから恥ずかしい。好きなのよ。相当好き。これぐらい好きなのよ。いや、わかったってなの。痛い。
痛いんだ。顔まで真っ赤にしてそんな顔してるだって。どないじゃないか。好きなんだもん。テーブルが大理石よ。大理石だったの。もういいよ。分かって揺れるじゃないか。水こぼれちゃうよ。流血。分かった分かった。もっとかしら。いやもういいんじゃないか。みんな見てるわね。じゃあまた次行くぞ。次次で久しぶりのラブラブデートだから写真ぐらい撮っとこう。これね、事前にあのスタッフがカメラ渡されてたの。これね、店員さんかね、隣のお客さんにお願いして、そのカメラであの2人のラブラブ写真これ撮ってもらおう。これ腕組んでね、もちろんね。ね、大丈夫大丈夫。ほっぺ寄せ合って。うん、寄せ合ってね。でも、うん。ヒデちゃん腕組んでて。飲み物来た時でいいや。飲み物来た時で、お店の下に。あ、何かできそう。飲み物が、あとちょっとで来るかしら、ヒデちゃん。あ、なんか来るわ。あ、なんか来るかしら。いいね、いいね。もうすぐ飲み物来るから。なんか来るかもしれない。その瞬間が。お客さんが来たわ。またお客さんが来たわ。シャカシャカに座るわ。シャカシャカに座るわ。通り過ぎて。あ、どうも。すいません。今、こちらアイスコーヒーで。はい。はい。すいません。ちょっとお願いしてよろしいですか。はい。写真を。あ、少々お待ちくださいね。はい。何か頼むとすぐどっか行っちゃうね。なんか忙しいのかしら。今できてくるでしょ、今。どう考えたって。今目の前にあるのはストロー2本にアイスコーヒーにショートケーキ。ショートケーキ。ちゃんと注文通りにしてくれたので、うん、じゃあ記念だから撮影写真。すいません。ちょっとお願いしたいんですけど。よろしいですか。ごめんなさい。ちょっとのこのアイスコーヒーを2人で飲みますから。はい、やだろうなこれ。巻いてあります。あ、巻いて。この音だけ。はい、はい。じゃあちょっと巻きます。あ、今巻いたんです。あ、巻いた。巻いてたよ、さっき音が聞こえた。そう、ジージーって。じゃあ、口つけますから。いいですか。はい。はい。もう一枚縦でお願いできます。ちょっとフラッシュつけて。はい、ごめんなさい。すいませんね、お忙しいところ。申し訳ないです。なかなかランプつきませんね。ごめんなさい、なおがわがままなもんだから。いきます。ありがとうございます。ありがとうございます。やだやだ。飲んだのアイスコーヒー。飲んでたんだろ。飲みましたよ。苦いわね、アイスコーヒー。苦い、いい感じだね。苦い味だね。でもじゃあそろそろ次行くよ。この苦さがいいわ。これね、あのヒデちゃんがね、他の男に目移りをしてる、うん、彼女としてこう叱らなきゃいけない、うん、そろそろね、ちょっとあの今日のまたハイライトに、あの向こうに座ってる男の人ね、ヒデかっこいいね。あなたと私はどういう関係なの。あなたさっきからなんか店員のお兄さんにウィンクしなかった。いやいや、ウィンクは好みなの。いやいや、ウィンクはしてないけど。なんだかぬいぐるみみたいな男。いや、でも何よそれに、今いい男多いねなんて。いやいやいや、かっこいいよ。塗り壁みたいじゃないの。あ、いいね、いいね。いや、そんなことない。冗談じゃないわ。いいね、おかしい。恥ずかしい。さあ、目を覚ませとばかりにテラちゃんに思いっきりビンタ。おかしい。テラちゃんはビンタで目を覚まして、ヒデちゃんに謝って仲直りするよ。変な感じがするのよ。おかしいでしょ。ほら、私のやっぱり感動当たる。さっきメールいつもだったら30回ぐらいくれるのに、今だったら20回ぐらいしくれないじゃないの。何言ってんのヒデ。なんてこと言ってんのよ。だっておかしいもんだよ。何しろよ。なんで？どうして？目を覚ませ。何？すごい音。ごめん、みんなが見てるじゃないか。恥ずかしいな。おいおい、お前が喧嘩をぶっかけてくるんだから目を覚ませ。本当に分かりました。シェイクスピアやってるからね。迷惑かけるだろ。自然な冗談じゃないよ。何回言ったら分かんだ。写真も一緒に撮ったじゃないか。一緒に飲み物も飲んで、お前が会いたいって言ったら。嫌な光景だね、これ。こんなのキスですか。周りの人が本当に見てる。本当に見てるぞ。ごめんなさい。ごめん。こんなに注目集めたこと初めてだぞ、喫茶店に入って。びっくりしたじゃないか。うますぎるな、どうも。あーんじゃないよ。どうしたらいいのかしら。俺は頭の中真っ白だよ。みんな見てるぞ。キスキスキス。キスキス。仲直りのキス。ヒデちゃん、仲直りのキス。わかったな。もう役も着々になるぞ。わかった。じゃあ一つだけ許して。これ。
おいおい激しいなこれ。これちょっとすごいぞ。これ冗談じゃなくすごいぞこれ。ごめんなさい。でも抑えられなかった。うますぎるな、テラちゃん。これすごいよ。ドラマにしたいくらい。これアカデミー賞もんだな。いや、黙れないぞ。みんな見てるわね。このキスマー持っていき方ちょっともなかなか指導じゃできないこれ。すごいなこれ。もう限界だぞ。よしよし、これハッピーエンドだから、うん、じゃあね、限界みたいだからお会計、お会計、ね、もちろん腕組みながら会計して、あの愛はお金じゃ買えないですよね、私たちいいカップルでしょって一応聞く、ね、じゃあこれ最後の約束だから、お会計しながら、いや今のキスはすごかったね。ショートケーキのイチゴだけ、なんかビンタの後の沈黙もすごかったですね。すごいね、シェイクスピアで鍛えたあの太田の演技をちゃんとまた技で返したね、またすごい技で。この先私たちは何をすればよかったんですか。だからもう一回きっと誰かが説明してくれるよ。だからもう一回言うか、あのね、お会計、腕を組みながらお会計で、愛はお金じゃ買えないですよね、私たちいいカップルでしょとお店の人に聞きながら帰る。ごちそうさま、ありがとうございます。失礼いたします。愛はお金じゃ買えないですよね。はい。愛はあるある愛です。あ、いいカップルでしょ。そうなんですか。そう、愛とケーキですね。いいね。いいね、この店員さんがまた。930円、ご一緒で。はい。これはもう語り草。お店関係。すごいのが今日来ちゃってる。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。ごちそうさまでした。いいね。いい喫茶店でしたね。いいね。いいじゃないのこれ。大長編だったねこれね。でもあの本当だったんじゃない、さっきビンタの後の困ってた様子はね。はるみさんをまたさ、どうしたの、いてえほっぺた。でしょ。こんなことよりも本気だもん。いやいや、だけどその後何、テラちゃんの質も激しかったね、あれ。そう、過去みたいだった。え、結構見てたみんな。見てますよ。本当？脇30センチぐらいの間隔でどこかのシェフがちょっと人ね、遅いお昼を取ってたようで、みんな喋ったもんな、これな、この後な、そうですよ、試合見つけてな、今日すごいカップルいたんだよってな。お宅がさっき本気で困ってましたもん。すごいすごい、ね、いやしばらくまたどっかであの繰り返し聞きたいね。いや、あのお助けマンの金字塔ですよね、今日の作品は。いや、お助けマンの金字手ですよ。うまい感じだよ、今日いいよ、調子すごい、絶好調。それじゃあ、それじゃあ、お疲れ様。いいじゃないですか。これ